にちは、沢ドラです。法事終わりましたね。はい。で、法事でランク上げしてた方、お疲れ様でした。で、一応、ま、今回の動画は、法事が終わったので、法事以外で、ま、効率のいい、ま、おすすめのランク上げの、クエストと、それに付随する、ま、パーティーのご紹介ですね、をさせていただこうかなと思います。はい。で、一応、ま、僕の結果なんですけど、僕は一応、法事結構やりまして、ランクがここですね。178になりました。で、育成が、こんな感じですね。総戦力が、213,018。結構落ちましたね。ランク上げしてる間育成全然できなかったんで、結構ランク落ちて、95位。総戦力95位のランクは178なんで、一応トップ3ですね。3位に入ってます。なんで全ユーザー中、ランクは3位って感じですね。まあ、総戦力95なんで、しょぼしょぼなんですけど、って感じですね。はい。で、そしたら、まあ、法事の、ランク上げの動画は前回出してるので、そちらを見ていただけるといいかなと思うんですけど、今回はそれ以外、まあ、法事が終わったので、それ以降、まあ、僕がやる、まあ僕はここやりますっていうご紹介にもなるんですけど、その紹介をしていこうかなと思います。はい。で、まずここですね。まず一つ目が、これまだイベントが終わってない方、結構ランク上げしてた方ってイベントが終わってないと思うので、イベント終わってない方向けにおすすめなのがまずここですね。ラクア大騒動、ここのマニアックですね。マニアックの9層、ここがおすすめになります。はい。で、ここがおすすめな理由が、一周が2ウェーブで終わるんですよね。2ウェーブで終わって、2ウェーブの1手目かな ?2 ウェーブの1手目で全、2手目かなで終わるので、持続がなかなか出ます。で、1周あたりの経験値が、108経験値もらえるので、まあ、持続が結構出るって感じですね。で、かつ、まあ、イベント報酬、この虫ポイントも集めれるっていう感じなんですけど、例えば、イベントをこなしたい方とかって、ここ報酬見てみるんですけど、今から周回する第9戦、ここは、報酬がこれなんですよ。これちょっと 70% 持ってるので、37,40,000なんですよね、虫ポイントが。で、じゃあ一番上回ったらどうなるかってお話なんですけど、一緒なんですよね。37,40,000なので、一番上と、一個下回るのって報酬一緒なんですよ。イベントの虫ポイント。まあ、上位報酬の落ちるドロップ率はちょっと変動すると思うんですけど、まあ、基本的に変わんないので、で、スタミナも18。で、経験値も両方108なんですよね。上も下も。10も9も108なので、まずここを周回することをお勧めします。で、これイベント終わってない方向けのお話ですね。で、編成はこれですね。一応ま、僕はシノとアリシアとガーディ。で、このアリシアとガーディなんで入れてるかってお話なんですけど、これはイベント、カゴつけてないわ。イベントで、なんだったっけな。このアリシアとガーディ連れてると、報酬、さっき 70% アップだったと思うんですけど、星5連れていくと 50%。で、星4連れていくと 20%。報酬の虫ポイントが増量されるので、まあ、それが欲しいがためにアリシアとガーディ入れてます。で、まあ、パーティーの立ち回りなんですけど、まあ、オートでやるんですけど、まず、シノの大旋風。これが全体技になってるので、まあ、敵が雑魚3体なんですよね。なんで、これで全体技で削って、2ウェーブ目に 60SP 溜まるんで、このスパークボール。これで、全部、蹴散らすっていう感じですね。実際ちょっとやっていきます。はい。で、これ、シノ持ってない方とかは、ラギアクルスだけで大丈夫です。ちょっとそこも紹介しとこうかな。ラギアクルス、星5?が、今、配布でもらえると思うので、ここですね。このラギアクルスの星5を、2体、連れて行ってもらって、このスパークボールをセットしてもらえば、死のは最悪いらないですね。あんまり速度変わらずにできるので、いればもうちょっと速くなるっていうぐらいで思ってもらうと大丈夫です。じゃあ、これでやっていきます。ですね。で、敵がこの3体ですね。なんですけど、で、初手は、死のがスキル使って、残り2体は通常攻撃をします。こんな感じですね。で、大旋風で全体をまず削ります。なんで、まあ、宝珠に比べると全然時速とか経験値効率は落ちるんですけど、まあ、今ある中でって感じですね。で、2ウェーブ目に溜まるんで、スパークボール入れて終わりって感じですね。2ウェーブの一手。あ、ちょっと粘ったね。こんな感じですね。これちょっと乱数で残るんですけど、てか、あと育成がまだ、微妙なんで僕が。まあ、これ育てればなくなると思うんですけど、こんな感じ。2ウェーブの1から2手で終わります。で、経験値が108もらえて、かつ、こんな感じ。
で、虫ポイントももらえるので、まあ、イベント終わってない方におすすめって感じですね。ランク上げしつつ、まあ、で、しかもここ、なんていうんかな、イベントの報酬効率もいいので、一番。なんで、まあ、ここ、イベント終わってない方はとりあえずここ、やり方、まあ、ラギアクレス星52体入れて、スパークに2本積んでやってもらえるといいかなと思います。っていうのが、これがまずイベント終わってない方向けのランク上げですね。はい。で、じゃあイベント終わった方なんですけど、イベントが終わって、もう何もやることがない方ですね。とかは、この1章ですね。これの、マニアック。ここの、第3戦ですね。ここがおすすめになってます。で、パーティーはこれですね。僕がマリー持ってないんですよね。マリー持ってるとなんか上位ランカーの方ツーパンするみたいなんですけど、僕マリー持ってないんでツーウェーブで終わらせるって感じですね。で、これでちょっとやっていきます。なんでこれはもうパーティーの紹介はあれですね。基本的にもリオレースに、効果力が出る火のアタッカーを乗せて、30SP の技をセットするだけですね。なんでもパーティーはそんな深く触れなくていいかなと思います。で、僕はマリーがいないんでちょっと時間かかるって感じですね。で、2ウェーブ入って、2ウェーブも最後までいかないと僕削れないんですよね、ここ。ですね。こんな感じですね。2ウェーブの最後までかかるんで、ちょっと時間は他の人より、まあ僕、マリー持ってないっていうのがあるんで、かかるんですけど、これで、90経験値ですね。はい、いるので、まあまあまあ経験値効率は美味しいかなと思います。で、ここの美味しいところがこれですね。育成アイテムが手に入るので、総戦力もついでに上げながらランクも上げれるので、イベント終わってる方でやることがない方はここを周回してもらえるといいかなと思います。一応ただスタミナ15に対して90なんで、スタミナ効率めちゃめちゃ悪いですね。やっぱ宝珠が良すぎたので、まあ宝珠を抜くと、かなりいいっていうか、まあ、一番常設ではいいところになるんですけど、やっぱり宝珠と比べると、経験値効率はかなり落ちるので、まあ、どうしても、通常時もランク上げたいっていう方向けにはなりますね。はい。なんで、ま、おすすめ順としては、まあ、まずは宝珠。前回ご紹介した宝珠でランク上げしてもらって、それが終わったら、まあ、次イベント、さっきの9層。で、それも終わってまだランク上げたいっていう方は、マニアックの1の3章ですね。がおすすめっていう感じになってます。で、あとはまあ総戦力上げたい方とかは1の3勝とか全然いいかなと思いますって感じですね。はい。ではご視聴ありがとうございました。で、一応これはまあ僕の範囲内、まあ結構まあ結構ランカーの方とかともつながっているところがあるので、そういった方との情報交換とかでも入れた部分になるので、もしかしたらこれよりもいいところがあるかもしれないので、もしそれなんかある方はコメントとかで教えていただけると嬉しいです。はい。でご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていこうかなと思ってますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょうって方はチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。とコメントもお待ちしてますので、お気軽に絡んでいただけると嬉しいです。バイバイ。